ライト谷は、マクマード湾西側の南極横断山脈にある三つの大きなドライバレーのうち中央に位置する。ライト谷には、南極最大の川である、オニキス川、その源流にあたるブラウンワース湖、オニキス川が流れ込んでいるバンダ湖がある。この谷の南西支部には、ドンフアン池がある。谷の西端部高地は、ラビリンスという名称で知られている。 スコットの寺の場遠征隊のメンバーである、チャールズ・ライトにちなんで名付けられた。相互に接続している谷系の一部はスコットによる1903年の探検の際に発見されていたが、このライト谷が中央にあるということは1947年になって一体の航空写真が撮られてから判明した。1960年代中頃まで、この谷が 東南極氷床のすぐ隣に位置しているのに、少なくとも数千年間にわたり氷が存在しないという逆説的事実に科学者たちは強い興味を持っていた。さらに、バンダコは年間通じて厚みがおよそ3メートルの氷によって覆われているのに、震度65メートルでは、その実測温度が摂氏25度であることなど調査が必要なことばかりだった。 夏場に訪れる研究者の増加と冬場における観測記録も明らかに必要であることからニュージーランドと米国国立科学財団はこの谷に高級的施設を持つ計画を立てた。1968年にはニュージーランドがバンダ湖の東端部にバンダ基地を建設した。ありがとうございます。